これが本日の業務内容。先生の活躍期待しているわ。待っていたわ先生。時間を無駄にはできないの。さあ早速始めましょう。あら、何かあったのかしら。困っていることがあるのなら何でも相談してちょうだい。私は先生の補佐としてここにいるのだから。少し集中してもらえるかしら。いえ、私ではなく仕事に。そう警戒しないでちょうだい。私も傷つくのよ。あの、私のことはいいから、あっちを確認してちょうだい。だから、私のことはいいから。